とてもこの大事な話を今からしようと思うんですが、先ほど観察室の全体性と物質階層という表を皆さんにお見せしましたが、人間がここでノスを先手に持って、まあ、いわゆる大衆霊獣という形で物質の先手の意識になっている、中和先手の意識になっているっていう話をしてきたんですけど、これは宇宙の生成から見れば、宇宙が生成していく運動っていうのはヌースですから、あくまでもヌースが先手だから、人間はひっくり返ってんだよ。お母さん、ちょっとここ電気お願いします。人間はひっくり返ってる、つまり転倒してるんです、宇宙に対して。だからこの転倒した意識は生成とは逆に動いてるから、人間の文明というのを見てください。人間は良かれと思って文明を作ってきた、そして自然をうまく利用しながら、都市を作って、そして文化を発展させてきたけれども、今や70億になったこの地球上において自然というのは悲鳴を上げててるわけでしょ、自然破壊によって。でこれは人間の認識、もしくは人間の意識がね、宇宙の生成の方向と連動してないからなんですよ。つまりヌースではなくてノスで動いているから不調和を起こす。不調和どころか、このままノスで突き進めば自然は崩壊して滅ぶのは目に見えてるわけですね。でもうやばいからっていうところで、多分この最終構成というやつが入ってきてるんだろうと思う。つまりここで方向を反転させると。人間は今までこのノスに、下にも人間がノスを先手に持ったのも理由があると思うんだよ。それは多分宇宙自身が成長していくために自分にある種の負荷をかけたんだと思うんだけど、でももう OK だと、ここからは反転しようっていうような時に今来てるというふうに僕なんか思っています。じゃあなんでこういうノス先手が生まれたのかというのを今からお話します。これは人間の世界からだけじゃ見えません。でケーブコンパスというのを早速使ってお話していきましょう。人間は転倒している、しかしなぜってやつだね。さあ皆さんの資料の3枚目開いてください。 体系観察誌オメガ90の中に見る人間の意識と無意識というやつなんだけど、先ほど一覧で書いていたヌースとノスの流れをケーブコンパスという、まあ、羅針盤で示すとこういう形になります。でここで示しているケーブコンパスっていうのはもうプサイの世界ではありません。人という高次元意識の世界だと思ってください。でこの一個一個のメモリー、ここにオメガ1、オメガ3、オメガ4、オメガ7っていう、こう奇数形のヌースの流れがあります。こちら側はオメガ2、4、6、8という偶数形のノスの流れです。でオメガ1という1個メモリはイコールプサイ7だと思ってください。観察地の世界っていうのはプサイ、オメガ、ファイというふうに3段階になってますけど、プサイ7がオメガ1、オメガ7がファイ1というふうに、7イコール1というふうに構造化されています。だからここでオメガ1って書いたら、人間の観察誌でいうとプサイ7までを全部持っていて、プサイ7、プサイ9、プサイ11、プサイ13というふうになっていると思ってください。オメガ7イコールプサイ13で、こっち側はプサイ14という形になります。観察誌の動きとしては1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
11、12、13、14となって、ここの重心から出たヌースの流れとノスの流れが生まれているというふうに見てもらえばいいです。今日のところはまだ形として見とけばいいです。全然抽象的に、これコンパス上の表示なんでね、力の流動性だと思ってください。で、人という世界においてはこの精神創造的なヌースの方が先手を打って、このプサイ13と14までをオメガでいうと7と8までを作ってくるんですけども、人がここから進化をしようとします。その時にこういう流れが起きてくると考えてください。これがオメガ9というものです。お互いにお互いを交差するわけですね。これを起こす情報は対価の交差と呼んでいます。お互いがお互いを交差するヌースとノスが、そしてこれもこういう交差を見せます。で、力の流動は本来ヌースが先手だというふうに先ほどからずっと言ってますね。先手はヌースなんです。だからオメガ7と8という世界からオメガ9に入るとき、こちらが先手です。この先手の力がこの下次元に影響を与えると思ってください。そうすると本来内側でノスは後手だったのに、この9がここに働きかけるためにこのオメガ78の世界がぐでんってひっくり返るわけ、転倒を起こします。そこに人間が生まれてくると思ってください。仕組みとしてはどうです理解できました？構造的に理解。もう一回言いますよ。あの、本当ごめんね、あの単純に骨組みだけだからイメージが全然浮かばないと思うんだけど、今のところは単純に力の流動性だけで見てください。それで構いません。ヌースの流れが先手で出てきた、ノスが後手で出てきた、でもオメガの7と8という世界まで行った時に、これなんかもうちょっと色気つけないとダメだね、こういう話はね。これ木星というふうに言ったらどうかな、先生術やってる人とか、木星とかなるんじゃない？これならないか。土星と言ったらどうだろう。そしてこの木星と土星が交差を起こして、ここに何でしょう、天王星が出てくるとしよう。こういうのを書いてもいいです。シンボリズムっていうか、あの惑星的な働きとしては木星と土星が対価として存在していて、それが次なる精神を作るときに天王星の力を発揮する。でもその天王星の力が土星に働きかけたときに、木星土星という形で作られたこの力の秩序が逆転するの。つまり土星が先手を取ってしまうような構造が生まれている。土星が先手、土星って英語で何て言いますか？そう、サターンが先手を取っちゃうっていう話になっちゃうわけ。つまり宇宙の逆スピンがそこで生まれる。ギリシャ神話では土星は何て呼ばれますか？クロノスと呼ばれる。で、これは時間の神なんだよ。こっちが先天になって宇宙の生成とは逆スピンをこの中で作っちゃう。そこに偶数形の2、4、6、8、10、12を先手とする人間の世界が生まれてくる。これ僕はギリシャ神話で言うと、ここに出てくるのがタイタン族だと思うよ。
ですから言うと今の人間が大単独みたいな話になってくるね。で事実このオコスト情報っていうか更新が始まる前にタイタンから更新が入ったんですよ。実を言うとあのオコスト以前に、まあ、知ってる方は知ってると思うんだけどノミというのがいてね、オリオンの。今日はそんな話はしないけどそれは実は今タイタンで戦いが起きているっていう話で始まったんで、このタイタンっていうのは僕にとってもすごいなんていうかな感慨深い衛星なんだけど、まあそれはいいんだけど、とにかく宇宙の全体性の律動を木星土星のところで上の天王星が入ってきたために逆スピンが起きた、逆生成になって動いている領域ができる。これ木星土星だからここには当然こういうことだよ。太陽でいうと地球、月、水星、金星、太陽、火星、こういう太陽系の主力が運動していた精神がまとめてグデンってひっくり返されるっていうことなんです。ここでそれによって人間の世界ができてくる。これカバラとかで多分クリフォトって呼んでると思うんだけど、地球を中心とし、あの地球というか物質世界を中心としてしまった内惑星的な運動で、まあそれが人間の意識を動かしているっていうことになってくるんだけどね。で言いたいのはとにかくこの天王星が入ってくることによってこの私たちは、まあ、ギリシャ神話的に言うとガイアとウラノスの結合みたいになるんだけど、人間の意識というのが存在してきて、これは最初から転倒したものとして生まれてるの。まあニーチェみたいだよね。人間は転倒している、転倒に生まれているものこそが意識である。まあ、ニーチェだったらそう言うよ。だからこの転倒を是正するっていうのがニーチェに言わせれば超人というものになってくるんだけど、そういった意味ではヌーソロジーはこの超人をみんな超人になろうと言ってるようなもんかもしれないですか。ノスが先手になってこのもともとの生成のこの78のもともとの運動が見えない見えないけど裏ではそれが変換されてるよ。裏でそういう構造になってます。裏でどういう変換が起きてるかというと、簡単に話しておくとね、天王星によって真っ逆さまに転落していってるのは地球だと思ってください。僕はいつもツイッターとかで地球は落下している、地球は落下し続けているっていつも言って、誰も反応来ないんだけどどこに落ちていってんのみたいな話なんだけど、このイメージ、地球がもうどん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 落下させていってる。天王星が地球を落下させている。でも落下はやばいぞって言って月が元の位置に戻そうとしてる。おいおいおい、そっちに落ちちゃダメだぞって月が元の位置に戻してくる。そして元の位置に戻してきたら今度は太陽がこの変換性を作ってまたここにつないでる。そういう関係になってるの、この潜在化したこう引き戻しの世界においては。だから地球が落下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 でぐる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 回ってる。それを月が反対の意識として変換している。反対の意識で変換してやっと正常な元の位置に戻れる。戻ったところで太陽が働いてここまでつないでいる。それが我々の潜在的な意識に動いている太陽までの機能です。潜在的なものの中で一生懸命変換させて、でも太陽はこっち側にちょこっと加担しているからまた地球を落下させるのに入り込んで、その回路でぐる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 回ってるわけだよ、人間の意識が。だからちょうどここにあるといいよ。こう来て人間の意識です。これ人間の無意識です。起きて寝てっていうのもそうだよ。起きて寝てっていうのもこの回路で作られてるし、
人間の一生もそうだよね。生きて死んで生きて死んで、もうこの回路で作られてる。そう思ってください。まあそれはもうホロニックな関係になっているので、だから地球、月、太陽という中の運動の中で、このぐる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 、この逆スピンのシステムが動いているというふうに思えばいいです。これをもうやめようって言ってるわけ。要するにマッチポンプなんだよね。マッチポンプ、自分で火をつけて自分で火を消すみたいな、そういう意識の無意識のシステムなんです。これは自分で火をつけて自分でマッチで消すってのはどういうことかというと、例えばさ、人間の歴史でもいいけど、何度ももう今の政治じゃダメだ、変えようぜって言って革命家みたいなのが現れて革命を起こして政府作るじゃないですか。そしたら必ずその政府もまた保守になっちゃうでしょ。もうその繰り返しなんだよ。どんなものが現れても結局権力を握れば保守になってしまうっていう、もうその繰り返しなので、まあ、そういうなんていうかね、人間の意識と無意識の、まあ、意識というのはこれ保守的になるもので、これ改革しようぜってなるような意識で動いてるんだけど、でも結局改革する意識はまた保守側に回ってきてっていうような形で、まあそうやって人間の文明っていうか、人間っていうものを進化させてきたシステムではあるんだけど、もうニーチェじゃないけどさ、もうそういう善悪の批判に出ようっていうことなの。ここの価値の対立の中でぐる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 回しててもしょうがないだろうって、もう限界だよ俺たちはっていう。限界でもないか、みんな。僕も本当は限界じゃないんだけどもう余裕はあるんだけど、でももういいよっていう感じなんだよね。こういう文明のあり方っていうのはもっと根底から変えようということなの。そのためにこの無意識の回路をおさらばするっていうのがヌースの考え方ですね。じゃあどうやっておさらばするのかっていうと、まあそのおさらばするためにはこの上で操作している天王星海王星システムが変わらないと無理なんだけど、それが上位で人の意識として人間の意識構造を動かしてるから。じゃあどうやって、時間は大丈夫かな、まあ、まだあるね、やるかというと、こういうことだよ。青が天王星の力だと思ってください。赤が海王星の力です。まあ海王星が人間の無意識を裏で一番深いところで操ってるんだけど、そこで僕は2013人類が神を見る日でこう書いてましたよね。1979年から1999年にの間の20年間に実は冥王星が海王星の中に入ってきたの。そして99年に出たんだけど、で89年に一番、冥王星が海王星の軌道の中に入ってきて太陽に近づく近日線を作ったのね。平成元年ですよ、1989年、昭和天皇崩御の年です。僕にはあれが海王星から冥王星のバトンタッチに見えたんだよね。海王星が今まで持っていたある種の人間の無意識空間に潜んでいるある力を、あと頼んだよって言って冥王星にバトンタッチした。冥王星はそのために手を突っ込んできた。そして掴んだよと言って出たのが99年だよ。そういうふうに話がなってんの、太陽系の動きだけ見ると。でもかわいそうなことに冥王星は2006年に惑星の座から引き落とされて準惑星になっちゃった。これ陰謀じゃないかっていうぐらいに思ったよ俺は。なんで今さらって、1930年に発見されてもう惑星の履歴長いのに、なんで今さらわざわざ冥王星を準惑星に変えなきゃいけないのっていうさ。もちろんこれは意図した陰謀とかじゃなくてね、
多分人間の無意識の中にそういったある種のこう保守的なあの力が働いてるんだろうと思うんだけど、冥王星はズバリ何をする力かというと、この海王星と天王星を透過する精神なの。だから精神の働きは対称性を作るっていうわけだから、この図でいうとどういうイメージになるかというと、青がヌースがこう天王星の力で来たら、この赤の領域で作られた海王星を青に変えていく役割をする。皆さんの、プリントの下のような位相に変えるっていうことなんだよ。ひっくり返ってるでしょ、赤と青が。これが対称性を取りましたっていうことだ。でこのブルーの方の流れが冥王星の意識、冥王星の働きだと思ってください。つまり何を冥王星はしにやってきたかというと、冥王星は人間の内面の意識を外面、あ、ごめん、内面とかまだ説明しなかったね、人間のノスをヌースに変換しにやってきてるっていうことなんです。つまりノスとヌースを新しく作り出そうとしてる。関係性は逆になってるけど、僕らのノスとヌースはこことここで動いてた、木星と土星で。それがひっくり返して今度は逆側にヌースとノスを作ろうとしてる。でここからがヌーソロジーが面白くもあり面倒くさくもあるところなんだけど、この逆側の世界、今度はスターという字つけてます。逆側にはこういうスターというアスタリクスですねの記号がをつけます。つまりこれどういう意味かというと、他者側のオメガ1という意味です。そういう意味を持ってます。だから変な言い方なんだけど、冥王星はこっちから入ってきて、他者側がここで覚醒していくっていうことになりますね、ここで。でも私側はどうやったらじゃあ覚醒できるのっていうと、他者側から、これが青で動いている他者側の天王星があって、それがここに入ってくる。それで顕在化が起きてくる。つまり我々の反対の意識が目覚めるっていうことなの。ここは最初ヌースになれ、自己他者の相対に慣れてないと分かりにくいところなんだけど、これ何を物語ってるかというと、もし人間の反対が目覚めることを救済と呼ぶのならね、キリスト教的な言い方で申し訳ないけど、救済と呼ぶのならば、救済は他者からやってくる。自己が救済、自分を救済するんじゃない。他者側から回り込んできた無意識が私を救済していく。つまりあなたが私を救いにやってくるっていう話になってるの。まだピンとこないと思うけど、でもそういうねじれが見えてきます。まあそれは実際に観察視を全部出現させていくとよりリアリティを持って感覚化できてきますが、今日のところはこの地図、全体の地図というかケーブコンパスの方位だけ、流動性だけちょっと見といてください。でこれが後々古神道の話と接続してくるからすごい面白いんですけどね。でね、いやちょっと質問を取ろうか、ちょっと面倒くさい話しちゃったんで質問が出るんじゃないかなと思うんですが、何か今までしたところで何でもいいですよ。全部オーライそれとも何を聞いていいかわからないぐらいわからないっていうのもあるかもしれないけどどうぞ。他者側からやってくる、救済やってくる、具体的にはどういう、具体的には観察紙を作りましょう、うん、はい、ちょっと1週間ほど前に
自分と他者がなんか要するにこう対価の顕在化みたいなのを言ったことがあったんですよ、はい、その時に他者がすごく、まあ、要は天使じゃないけど、うん、それに近い状態に見えたことがあったんです。そうですね。でそこからちょっと行ってないんですけど、行ってない、要するに上がってないんです。あ、その状態で、その状態で終わっちゃった。でも他者は天使のまんま一瞬見えたってことですか。一瞬見えた、一瞬っていうかね、結構楽しかったです。楽しかった。あのね、こういうことですね。おそらく一番最後にまた話すかもしれないんだけど、まあマヤとかでもインラケチってありますよね。私はあなた、あなたは私ってのがあるんだけど、相手が自分に見えてくると思います。確実にその観察視が出てくると、僕らが今まであなたと呼んでいたものが私の感覚になってくるっていう、非常に不思議な変な言い方だけど、交差が起こってくると、永遠の汝っていうやつですね。だって私があなたなら私は永久に死なないよね。結論から言うと、本当はあなたが私なの。ただこの不体質というものをノスを持って運動している意識にはどうしても自我というのが出てきて、まあ、いわゆる私が私と呼んでるものを私というしかないような意識状態にいるんだけど、この人の世界っていうのはこっちが私になっていきます。こっちが、こっちじゃなくてこっちが、そういうふうに思っておいてください。ただ今はそんなっていう感じかもしれないんだけど、でも構造を全部見ていくと、空間構造をならわにしていくと、そうならざるを得ない方向に追い込んでいくっていう感じかな。でね、これは最後の4枠目に話すのにも関わってくると思うんだけど、そういう精神を元来潜在的に持っている民族が一つだけ存在しているってオコスは言ってるんですよ。それが日本人だって言うんだよね。日本だって日本人ってのは実は相手を私と思っているような精神構造をその根底にどうやら持っているらしいの。そしてその精神が動き出すって言ってる。なんもなく今全く動いてないんだって悲しいかな。だからおそらくヌスノジーは新しい宇宙哲学とか言ってるけど、僕はなんかこれ日本人の哲学だな、なんだなっていうふうに最近特に思ってきてる。今まで難しい西洋の思想とか物理学とかいろいろやって取り込んできてたんだけど、なんかどうもそれ本質じゃないなっていう風な感覚になってきてるのね。本質は多分日本人の、その日本民族、もっと正確に言うと日本語の精神と言ってます。日本語を使っている人たちの精神の情動に火をつけなきゃいけない。これはね、まあ今放送してるからあんまり言いたくないんだけどなんか右翼とか思われるの嫌だから。でも日本しかないと思うよ、これができるのは。西洋のロゴスの中心主義的な、ロゴス的なものに染まってる思考においてはやはり自我性が強いから難しいね。だから日本の精神性だけがその方向性に、まあ今は錆びててもさ、そこに力が眠ってるから、それを起こしていくしかないというふうに思ってんの。それは多分ヌーソロジーの役割だろうなというふうには思っています。全く普通の言うあのなんていうかな、角度とは違う入射光なんだけど、ヌーソロジーの場合は。でもそういったところから日本人の冷静に直結しているというふうに感覚が日増しに強くなっています。でこのオメガ90の世界なんだけど、もう一回出そうね。これはね、何かというと、オコスト情報ではこれもちょっととんでもっぽく聞こえるかもしれない、知れないんだけど、オメガ10というのはレムリアの意識だ。レムリアっていうのはアトランティスの前にあった意識だね。
そしてこのオメガ Q がアトランティスの意識だと言ってる。だから要するにアトランティス時代の人間の意識が進化したものだと言ってるってこと。オメガ Q っていうのは今もう連中は人になってるってことだよ。でその前のレムリア人たちは人の感性の方向に入ってる。こっちの方が先に行ってるものなんだね。これも後々すごい面白いイメージが出てくるんだけど、でシュタイナーも似たようなこと言ってる。さっきあのシュタイナーの本をねもうすぐ本や出ると思うんだけど、そこでも少し言ったんだけど、このオメガ Q っていうのはシュタイナーで言うのは何かというとアーリマンっていうのと関係してます。青がいいかな、まあいいや赤で。人間を物質化させていく意識です。アーリマンっていうのはどん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 で、干からびた知性とかいう手厳しい言い方もするんだけど、早い話が唯物論的な世界観を持った人間の思考だよ。これと関係してる。どん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 僕は落下していくって言ってるじゃないですか。落下させていってる分で、こっち側がルシファー。シュタイナーはルシファーは、レムリア期に関わって入り込んできて、アーリマンはアトランティス期に入り込んできたって言ってる。なんかそれ一緒なんだイメージがね。でこれは人間を無意識に変換していくわけだから、科学がどうしてもやっぱ信じられなくて、宗教とか 霊的なものとか神事とかそういったところに走っていっちゃうような癖を持ってる人たちは無意識的な方の欲動の方が強い。まあでもそこにはルシファーという悪魔が潜んでるから。でシュタイナーの思想っていうのはこのアーリマンとルシファーを統合する世界を見つける。これキリスト意識って言うんだけど、でそれがヌース的に言えば冥王星の力です。統合していくアーリマン的な世界とルシファー的な世界を、これは分かりやすく言えば科学と宗教を統合するということだよ。最初言ったよね、精神と物質を統合する地を作ること。それはもっと広い意味で言えば宗教と科学を統合した世界観なり人間観宇宙観を作り上げることと同じ意味です。でそれがシュタイナー的に言えばキリスト意識になるし、シュタイナーもそのことを目指してあの20世紀の初めの時代に頑張ってたっていうことだよね。さあということで、もう1時間取ったかな。ちょっとね、じゃあまた10分休憩入れましょう。